三船と岡田とどうもクランアイリーの松山と言います。クランアイリーの首が長い方の首が長い方の松山君に来ていただきました。エンターテインメントさんにお邪魔しております。ホステスの2人はね、そうですね、ホステスから出している、そうですね、ということでレベル名で実は初めましてなんですね。松山岡田です、よろしくお願いします。で、なんで今日こういう感じになったかっていうと、お互い会いたいと、お互いの愛がそうですね、まあちょっとですね、岡田君もクランの神父やばいっていう話を、もう元旦やばいって話して、元旦特に前編やばいけど、まあ、元旦が特にやばいって話して、ちょうどその話になったよね。そう、まあこれ聞いてとにかく元旦がやばくって、でほんと元旦の URL を友達にめっちゃ送りつけまくったんで、まあそうですね、僕のあのそのまあ送ったおかげで101円ぐらいは多分お金が入ってくると思うんですだったんでそれでその話聞いて、で僕ちょうどクランのこれツアーファイナルで、そうですね、そうフィーバーのツアーファイナルに遊びに行かせてもらって、そしたらあのちょうどジンをね、うん、あの売るって言ってたのに、まさかライブ後に印刷しに行くのさ、そうそうそう、なんかお客さんがライブ終わった後にこう帰るでもなく、なんかなんとなくあの待ってる、すごい空気の中バッて来てやってる間に誰かに行かせればよかったそう考えたんだけど難しくて、難しくて、あそう組み立てるのが、そうそうそう、ロットのロットのお客さんってすぐ帰ります、みんな、俺めちゃくちゃ早いですよクランのお客さんってすぐ帰る、みんな一人で来るから、あ、そうなんだなるほど、そういうことかで、そこまでお客さんのがどういう人たちかっていうのを知っときながら、そういう拷問のような待ち時間を設けて、いやいやいやみんな笑ってましたよ、笑ってニコニコその人たちと一緒に俺も待って、ね、みんな笑って松山君と話したいから俺も待ってて、うん、でその後お客さんの目の前でこう授業を作って、こうなその場その場でこうあの袋ビニールの包装して売るっていうのをやってて、あそれすっごい面白いなって思いながら、あと松山君と話したら、あのこれあの岡田君のこの間ブログで言ってた内容と全く一緒ですけど何書いてあるんですか、岡田君の岡田君のあのタンブラーじゃなくてノートかな、ああ、ぼやきノート、ぼやきノート、うん、ぼやきノート読んで、お、ほとんど同じこと考えてるって言って、それ今日ないですか、今日ね、持ってくの忘れて、忘れたんですか、そう今度ちょっと買いたいです、それ USB 持ってきたんで、あ、待って、自分のユニクロに行けば、はい、またプリントに、まあ、そのおかげで、話したらあの、このビザル TV にそうそうそう出てよっていう話になって、うん、出るってなって、うん、実はめちゃくちゃすごい楽しみにしてた、めちゃくちゃ熱心なリスナーでいらっしゃる、ハマってる毎回でもなんかあの再生回数とかっていうよりもなんか結構コアなミュージシャンとかがみんな見てくれてて、それは嬉しいな、はいはいはい、でも正直俺全然わかんないもん、2人が話してる俺もよくわかんない嘘をつけよって面白いねと思いながら、でも自分のアルバムたまに最近ミュージシャンの友達とかあのライブハウスでお客さんとかあのこうリハーサルスタジオとかでなんか運動をやってる男の子とか見てますとか言われて、はい、自分のアルバム聴いてますより恥ずかしいってことそれは確かにすげえ気持ちになるそうだよね、クランってずっと2人なんですか、もともと3人で、あそうなんだ、楽器がベースがいたって感じで、ベースがいました、あそうなんだ、竹山はあの、なんだろう、2012年にファースト出すんですけど、出すタイミングで竹山をドラマに転向させたんですよ。どういうことですか、何で出したんですか、本当はメンバーが違ったんですよ、俺以外。ああ、そうなんですね。2人、竹山とずっと一緒にやってきて、状況までしたんですけど、辞めたんですよ、途中。あ、来た時に、うん、彼が東京来たで辞めて、うん、まあ、バンドも任せとばみたいな感じだったので、それは気持ちが折れたと。ああ、そうだね。多分、多分。そうなんだけど、ファーストが出せるってことになって、やっぱり付き合いたいっていうので、戻した。ああ、そうなんですね。はい、あれ、クラウドアイビーの
1枚目ってあの白黒ジャケのやつですか。いや、あのブランコ持ってるふざけてるクソジャケのやつです。あ、俺それ聞いてないかも。俺もなんか白黒のやつありますよね。ね、2016年のやつですね、それは。あ、多分俺初めて聞いたのがちょっとガリ、その時に、あ、こういうバンドいいんだって思った覚えがあって。知ってた、その頃から。あ、知ってます、知ってます。ココナッツディスクにあって、で、あ、これ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 だよね、これのイメージ。はいはいはい、はい、なるほど。じゃあその前に一番あるんですけど、サブスク上にない。ないですね。自習、レア化、レア化してるの。自習だったんですけど、いや、あのアンビモリの。ああ、そうですね、ユースレコード。あ、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。その時から結構前のアルバムは、あれ前のアルバムっていうか、これが EP 扱いになるんですか。これが2枚目か。ミルク、これはそれもアルバムですね。あ、ですよね、はい、これがですね、ミルクはセカンド、ミルクセカンド、ミルクサード、サード、はい、で、これがセカンドになる。そうですね。で、3人時代がもう1枚ある。そうけど、サブスク上にない。3人時代って言ってるけど、全部俺1人やってる。よくありますよね。わからないより面白いんだ。森が生きているとかも6人言ったけど、なんかみんな、ね、そういう裏側をぶっちゃける時間だろう。あれはほぼ増山くんと2人、増村と、まあ鍵盤、まあ一応みんな弾くんですけど、はい、まあでも実質みたいな、実質ほぼ、まあベーシックだけみんなで撮ってしまって、で、あとの編集作業は全部僕が家でやるんで、はい、あのもう人格がないぐらい刻まれた谷口くんがいたり、人格がないぐらいの増村くんがいたりっていう状態のコントロールしてる。そうですね、かなりすごい。あのミックス中の最中の岡田くんに会うとかなり尖ってる、尖ってるっていうか、毎回お腹痛いみたいな。あ、ボロボロ魂が浮かれた。好きじゃないのミックス。ミックスは、いや、すげえ好きですよ。好き、うん、好きなんですけど、ただあの多分結構上気したぐらいやっちゃうんで、なんかその時に会うと、そう、毎回風邪ひいてたり胃が痛いとか、そんなやられてるよね。じゃあ次はあれだ。あ、で、そんなそんなこ、そんなこんなで、そんなプランと僕たち岡田君を踏まえたロットがツーマンをやります、はい、8月の30日、場所は木曜日ですね。場所は新大田フィーバー、ぜひ皆さん遊びに来てください。今度次の回は、じゃあ今日は出会いの回だったから、このまま行くとまた脱線してしまって、どん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 行くから、うん、一回まとめて次の回はこう、あ、ミルク、新しく出たアルバムミルクについて音の話をしていくと、うん、みんなちょっと打ち解けてきたか。そうですね、そうですね、うん、アイドリングしてきた感じだから、はい、次回お楽しみに。はい、はい、ありがとうございました。